ってるのも毎回毎回言ってます。まあお腹を空かせてもチラチラ見すぎた今日の企画のやつを。今日お腹を空かせてきてって言ったんですけども、はい、まあ大食い企画っちゃ大食い企画なんですけど、人間って美味しそうな色とか匂いあるんですよね。あんまり美味しくない色って紫色とか水色とかの食欲が薄じゃんね、心理的に。なんで今回俺こんなものを買って見てみました。すごい、ダン、独特なカレー、独特なカレー買ってきました。シッシッスライムカレーって言ってね、これこういう感じの色で、すごいなんかね、なんだろう、食欲の湧かない色してるね。でこれとかもね、なんかもう本当に汚いドブみたいな色してるんですよ。これはですね、多分臭いカレーなんですよね。まあ、なんかこういう独特なカレーを買ってきて普段通り食べれるのかなっていう。なんでこれ食べていこうと思う。しかし問題がある。この家に電子レンジはない。だから俺がスーパーに行って米を買ってきてチンするよ、コンビニで。これは沸騰できる。だからテオ君はこれを入れといてほしい。仕事終わり。はーい、ということでコンビニ行ってこちら5つ、これ1つ1人前、それを2人で5個食べるわけです。これ結構大食いということで、この5パック全部買ってきました。なかなか店員さんもね、これいきなりチンする人いないみたいで、これですかって言ってた。とりあえずご飯は開けましょうか。彼らはまだ知らなかった、これが一番辛い企画になることを。シシよし、じゃあ入れていきましょう。こちら何かわかんない、何かわかんない。キモトロトロじゃないの、ドロドロして。えエロかったな今。あ、臭いのか、見て、普通だけど臭いのかな。臭い。これ見た目普通だけど臭い。うわ、臭い。どうしよう。臭い。このやつ臭くなる。どうしよう。これ口に入れるの臭っ。これは匂いが。これ。思考停止してるね。わあ。うわ。え？やばい、これは。おい。これはやばいよ。キモい。マジかよ。食べたくねー。え、これは、ちょっと、世界一臭いカレーの匂いを嗅がせてあげるよ。もう臭い、ほんと。もうダメだ。湯気が入ってる鼻に。え、わかんない。近くで嗅ぐと意外とわかんないけど。うぅ、臭い、うんち。そうそう、なんかそう、野良猫のゲロかうんちみたいな。はい、やった。いや、わかった。薄いリアクションありがとう。シシいや、もうこれは行こう。行きましょう。マジかー。えぐいけどね、これも。色がえぐいけど、味は普通なんじゃない？そう、味は普通だと思う。色のせいかな。そうじゃん、こいつダメだったら終わりじゃん。なんかこいつのせい。それはなんでこんな、なんかトロトロじゃなくてさ。どうぞ。いただきまーす。うんうん、あ、うまっ。え俺どっちも無理。お前絶望的じゃね。やばい、臭いは意外といけるかも。意外に、うん、多分これうまいっちゃうまい。これやばい。うわー、ダメだ俺。ちょっとタコメン、まずこれ任せようじゃん。あ、でも俺行くわ。あ、ちょっと洗濯ばさみかなんか鼻に挟んで俺食うわ。ちょっとやんでくる。あ、いや、まだ早い。あ、きつくなったりよ。とりあえず俺はこれ行くよ。確かに俺も手を食うブリだったら、これはもうほんとに呼ぼう。チョコラボいただきましょう。ウォー。じゃあ食べていきまーす。あ、でも肌やったら意外といけるで。ただの美味しいカレーだった。いただきまーす。これ全然いける。俺ほんとにいける。これすごい。シシ臭いやべえだね、もうほんとに。臭いって何？魚か、これなんかね、食感イワシ。お肉とか海でするうんちの色と一緒じゃん。いやー、きついだー。この曲だけはほんと成功させたい。見た目じゃないんだよってこと。中身も悪いだろ。シシこれ普通のカレーだったら言ってたんだな。完食しました。いや、頑張ったー。シシあー、きつい。じゃあこれ食べていきます。怖っ、これ取ったんじゃない。これ鼻つまんでこれ食べれなかったら俺結構尊い、尊いっていうか遠い。飲み口をペットみたいな。やばい、最悪だ。やばい。でもこれで精一杯。うわー、待って、怖い。うわー、怖いよー。じゃがいも食べていいよ、とりあえず。おー、じゃがいも、じゃがいもじゃない、ゾンビの顎だって。じゃがいも、じゃがいも、うまい、うまいって。量的には今余裕。お腹いっぱいも。俺ダメ。シシ。ちょっとバカになってみるか。バカになってみる？バカになってみようみたい。バカモード放棄しないと。
ばっ。いや、おいしいや。はい。おいしい。バカになる、バカになる、バカになるよ。すばらバカモード切れるの早ない？やばいなった、やばいなった。てか待って、チキンうまい。チキンうまい。ちょっと食欲解放しちゃおうかしら。チキンちょっと美味しいからおかしら。ちょっとうまいから。ごめん、まずい。あれお口で合わなかった。いやー、お腹いっぱいだよ。いや、でもバカになる。バカになろう、バカになろう。あ、いや、大人も子供もバカになろう。あ、そう、バカになろう。あ、そう、バカになろう。せいせいせい。大人も子供もバカリだろう。シシ肝臓かどっかが悲鳴あげてるわ。シシ当たり遠かった。あのカレーがここまで来た。うわ、ついにここまで来たんだね。集めんだ、集めんだ、それ以上、こっちに。よし、残り一口ずつ。いくよ、せーの。大丈夫。わー、最後まで見てくれてありがとう。マジでまずいカレーだけどなんとか食べきりました。草屋とか本当に死ぬかと思ったからね、鼻詰まりながらもう頑張って食べました。ということで明日のスカイピースはまだ決まってません。すいません、最近なんか起きて。それでは楽しみに。ピー